4回は多角形の嗅覚角度の応用その1です。今まで、ずっとね第1回から第3回まででいろいろな図形の性質とかあと角度の性質っていうのを勉強してきたんだけれども、実際にこれはもう実践問題です。入試なんかでねよく出る今までの自分の知識をいろいろ組み合わせて解いていくという問題。図形はとにかく数をたくさんね解くことが大切なので、ぜひねこういった問題たくさん見て慣れていってほしいと思います。さあこの例題1、これとっても大切な問題です。これが X と Y がいきなり自分で出すことができたらね、これもねぜひ自分で図形の力に自信を持ってほしいと思うんだけれども、この問題の肝特徴というのは正方形があり、その中で辺が同じ、ね、BC という長さが同じ正三角形があり、こちらにもこの正方形の一辺 CD を同じ長さとする正三角形があると、ね、共通している辺の長さがある図形が組み合わさってるってことなんだよね。で、これは非常にいろいろなメッセージを送ってくれています。どういうことかというと、まず分かっている、ね、辺の長さに印をつけていきたいんだけれど、正方形は当然4つの辺の長さが同じね。それから正三角形、ここの辺と残りの2つの辺も長さが同じなので、こことここも長さが一緒。同じくこちらの正三角形、これもこことここの長さが一緒。ちょんちょんってのがいっぱいついたんだけれども、ついてないのここだけだよね。ここ以外全部辺の長さが同じ。さあこんな風にたくさん同じ長さに印をつけることができたら、まず二等辺三角形とかそれから正三角形、今の場合はねもう正三角形が最初からあるんだけど、同じ長さの辺を使った図形がないかということをぜひ探してみてください。そうすると新しい図形が浮かび上がってくるよね。今この場合はもうここの図形、これ以外は正方形と正三角形と言っているので、この黄色の三角形が二等辺三角形ということが分かるよね。分かるよね、二等辺三角形でしょ。こことここなんか一緒だからね。そうするといろんな角度が見えてくる。もしねこれ全部角度を書き込むのであれば、例えばここ60度だし、ここ60度だし、ここも60度だよね。同じように、ここ60度だし、ここも60度だし、ここも60度と。あんまり書きすぎるとね、ちょっとうるさくなっちゃうんだけれども、今ちょっと書いてみました。さあ、そうすると、この黄色の三角形のどこの角度が分かるかというと、なんと、ここの角度が分かるんだよね。分かるかな？どうして分かるかというと、さあ正方形の一つの角が90度ということはみんなわかると思います。ここ90度なんだから、この60度を引いたらここは30度っていうことがわかるよ ね。そうするとほら、あここ30と60で90度だよねっていうことがわかる。90度の直角二等辺三角形だから、ここは45度で、ここが45度というふうに角度が分かるんだよね。さあもう X 出るね。 X はここ正三角形のこの60度からこの45を引けばいいので、60-45で15度と、 X は15度と分かります。さあ Y ね、もう X 出たら出るよね、すぐ見えるかな。もちろんね今いろんなやり方があるんだけれども、一番スマートなやり方はこの青の三角形ね。この三角形を見るとここが60度ね。でここが今出した15度なので、外角定理を使って Y が出る。 Y は60+15で75度。もちろんこの青の三角形で残りの一つの角度を出して180からここを引くってやり方でもいいんだけれども、
外角定理使ってスマートに出せるとちょっとかっこいいよね。さあ例題2です。なんだかちょっと変わった図だよね。角度の代わりにわからないところが丸とか×がついてんだよね。でこの丸と×というのはこことここ角度一緒ですよっていう意味ね。でこの×と×は角度同じ大きさですよという意味ね。さあこれは具体的にじゃあこの丸とか×の角度が出るのかというと、もうそれは解いてみないとわからない。わからないんだけれども、今この問題が聞いてるのは X と Y を知りたいと言ってるんだよね。なので、まあ、丸と×の具体的な大きさがわかるかわからないかは置いておいて、まずどんな風に式を作っていくことができるかってことを考えたいと思います。ちょっとねこの問題難しいとは思うんだけれども、まず三角形見てもさ、例えばこの三角形 X と70と丸、丸って X 絶対出ないよね、丸がいくつかわからないから。この三角形見ても Y と丸と×、まあ3つ出したら180なんだろうけど、丸と×の大きささっぱりわからないよね。わからないんだけれども、まあ、具体的にね数字が分かってるもの、この数字をうまく使っていきたいので、こんな風に見てみようか。この三角形、この金色の三角形に注目すると、こことここを足したらここが出るよね。外角定理を使ってここ角度分かるでしょ。80度だよね。180から100を引くので、ここは80度ってことが分かるよね。なので今どんな風に式を作れるかっていうと、ちょっと見てみたら、丸と丸と×を足したら80度ですよっていうことが分かったね。で続いて同じように今度この赤の三角、この赤の三角形見てみると、こことここを足したものがこの70度になったらいいんだよね。ということでこの赤は丸と、あ、なんか丸が変になっちゃったよ、丸と×と×、これをこれを合わせたものが70度っていうことだよね。まあこんな風に式を作ることができる。さあここからはね、どちらかというとちょっと文章題的な、特殊算的な考え方になるんだけれども、これを見てるだけでもちょっと何も浮かび上がってこないと思うんですが、まあちょっと消去算的なものとか、やり方いろいろあるんだけれども、例えば今消去算じゃなくってちょっと全部足してみようか、上と下。そうすると丸が3つと×が3つで合わせて150度っていうふうに考えることができるよね。上と下を足すとね、この式とこの式ね。ということはこれさ、丸と×っていう組み合わせが3つあるって見ることができるよね。これが150度だから丸と×は50度、丸と×を足したものが50度っていうことが分かるよね。だから丸と×は具体的に何度かは分からないんだけれども、こんなものが出るとさ、この式と例えばこの式に比べるとね、丸と×合わせて50なんでしょう。っていうことはここは50度ってことなのよ。そしたらほら丸1個は30度って出るよね。丸は30度。同じように考えると、×、まあこれとこれ比べても、これとこれ比べようか。今度こちらの式ね。丸と×合わせて50度だから、これとこれ合わせて50度ということは、50度と×を合わせたら70だから、×は20度って出すことができるよね。ということで、丸は30度。×は20度。なので、まあ、X、どんな解き方でもいいんですけれども、まあ、X、この三角形か。この青の三角形を見ると、
まあ、X は180から30と70引いて80度って出るし、 Y は Y もね、まあ、この三角形を見てもいいし、このブーメランを見てもいいし、何でもいいんだけれども、うん、まあ、この三角形、緑の三角形でいこうか。この緑の三角形を見ると180-30+20で130度出すことができます。なので丸と×をいきなり出そうとするんじゃなくって、こんな風にわからない文字式、こんな風にね、特殊なの時はこれ10と1四角って置いたりやってたんだけども、まあ、こんなに丸とか×とか三角を組み合わせるとこんな風に数字が出てくるよっていう、ちょっと面白いタイプの問題です。さあ、応用問題です。ちょっと手強い問題です。今平行四辺形 ABCD があって、辺の長さにちょっと特徴があるんだよね。まず BC と AC の長さが一緒だから、この一辺と対角線の長さが一緒と言っているので、ちょっと印をつけておこう。これとこれの長さが同じ。それからもう一つ、AB と AE の長さも同じと言っているので、まあ、ちょんちょんとつけておこうか。まあ、こんな時にまず X 何度ですかって言っているんだけれども、さて平行四辺形なんだけれども、長さが同じ辺がいくつかあるので二等辺三角形がいっぱいできるよね。まず手始めにどこの角度がわかるかなというと、今具体的に数字がわかっているのはこの40だけなんだよね。なんだけど、ほら、これって二等辺三角形だよね。一番最初に問題でこことここの長さが一緒って言っているから、だからここの角度わかるよね。こことここね、これは 180-40÷2 で70度。この黄色のところが70度って角度が早々に出ます。で、実はこれ丸がうまいこと書けない、ね、実はまだ二等辺三角形あるよね。最初の条件で言ってた AB と AE の長さが一緒と言っているので、この三角形も二等辺三角形だから、ここも70度っていうことが言えるよね。言えるね。さあ続いて、今この三角形、まあ平行四辺形ってどんな形でもそうなんだけど、まず向かい合った辺の長さは必ず一緒なんだよね。こことここの長さ一緒なんだよね。で、例えばこんな風にズバッと切ったりするときに三角形が2つできます。こちらとこちらに。で、ここの真ん中の辺は共有しているから、3つの辺の長さが同じ三角形が2つできる。さあ、これ学習のポイントで書いた三角形の合同条件というものになります。2つ三角形があったときに3つの辺の長さが全部それぞれ一緒だったら、2つの三角形は合同ということができます。なので、まあ、平行四辺形は対角線で切ったら必ず合同な三角形ができるんだよね。ということで、実はこっちの三角形、この黄色ね、この黄色の三角形はそれぞれ合同なんだよね。合同ということで、もうちょっと他に分かる角度を書いていくと、こっちこの一番とんがってるとこ40度だから、これここも40度なんだよね。同じようにここが70度で、ここも70度と、こんなふうに分かる。それからさっきこの赤の直角三角形見てたんだけども、二等辺三角形ね、これ二等辺三角形だからここの角度が分かるよね。今70度って分かってるのはここからここね、で X はここね、赤見えるんじゃない。赤はこの赤い三角形、二等辺三角形なんだけど、これからこの70度2つ引いたら赤って出るでしょ。180-70×2 で40度、つまりこの赤い部分が40度と分かります。
はい、これで X 出るね。 X は 70-40 で30度。 X が30度と分かりました。30度ね。さあ続いて Y、 ここなんだけど、これ出るかな、どの辺出そうか。 Y カプテリとか使えるかなって。例えばここ40で70だから、ここ110かと。110ということが分かっても、ここの角度が分かんないから Y 出ないなと。でずっと眺めていると、実はこの黄色の三角形と合同な三角形がもう一つ浮かび上がってくる。さあここで合同条件が頭に3つ入ってないと厳しいんだけれども、学習のポイントに書いてあるように、合同条件というのは2つの三角形があった時に、ね、さっき言ったように辺の長さが3つとも対応するところが一緒か、もしくは辺の長さが2つ同じでその間の角が同じか、まあ一つの辺だけ長さ一緒でその両側の角度が一緒かと、このどれかが言えればよかったんだよね。そうするとよく見てね、まずこことここって長さ一緒だったよね、これ。それから黄色ってのは全部長さ一緒だったよね、これ。さあこの黄色の三角形、こことここ長さ一緒です、こことここ長さ一緒です。2つの辺の長さが一緒でその間の角、ここ70度。さあここも40と30を足して70度っていうことが分かるので、実はこの緑の三角形、この緑の三角形も黄色の三角形と合同ということができます。三角形の合同条件のこの2つ目のこれね、2つの辺の長さが同じでその間の角が一緒ということで、 Y はこれ二等辺三角形なのでもう70度っていうことが分かるんだよね。なので3番、この ABC と合同な三角形はどれですかと、まあ一番最初に見つけたこの黄色の部分ね、この角度が対応する順に書くとするならば、三角形 CDA、 それからこの緑の三角形、緑の三角形は三角形 AED というふうに答えることができます。この三角形の合同条件というのは実はかなり難しくて、中学に入って本格的に勉強するんだけれども、時々出てくることがあるので今回使いました。覚えるのは大変かもしれないけれども、ちょっと頑張ってみてください。